野崎島は長崎県五島列島の北東部に位置する島である。長崎県北松浦郡小地町に属する。五島列島を小地島東端の約2キロメートル東に位置する。一般的には五島列島に含められることが多いが、長崎県では小地島も含めて平戸諸島の一部としている。島は南北6キロメートル 東西1 6キロメートルで南北に細長く、中央部がくびれた形となっている。島の多くが急旬な産地であり、平地は島の中央部にわずかに存在するのみである。北部には2半だけのほか、小地町全体の最高地点が存在する。島全体は、五島列島の他の島と同様に流気によって形成されたとされており、業界岩によって、 基盤章が構成されているが、頭部は火山活動により形成されたとされ、玄武岩質溶岩で構成されており、その痕跡を中央部付近の土壌から伺い知ることができる。島の南西端は中通島北端に近く、両島の間の最も狭いところは約600メートルほどの距離である。放棄された旧野崎集落島に残る、段々畑の跡、旧石器時代から、 戦国時代にかけての遺跡などが多数出土していることから太古より人が住んでいたとされる。江戸時代は平戸藩領となり、1716年に小地下島の商人小田家が野首地区を開拓。1800年頃より大村藩領から難を逃れた潜伏キリシタンが野首集落へ移り住んできた。1840年頃には、 島南端の船森集落へも潜伏キリシタウンが移住。明治時代に入り、徳川幕府の近教令を引き継いだ政府により、キリスト教の信仰を表明した住民が平戸に連行され弾圧を受けるも、信仰の自由を認められ、祈祷が許された。1908年に、の首集落に、の首教会が建てられた。1950年代中頃には、中央部の野崎、ノク 船森の3集落で合わせて650人以上が暮らしていたが、高度成長期の集団離村などにより急激に。1966年に船森集落が、1971年には、のくび集落が集団移住により廃損となる。1985年には、野崎小中学校が閉校。1990年代には、すべての住民が島を離れて、 無人島となった。小ジカ町のホームページによれば、最後の住民であった沖の上島神社の神官が2001年に離島したとする。ただし、2007年より野崎島自然学塾村の管理人として駐在している人物がおり、以降は国勢調査では一世帯一人の常住者が記録されている。1967年、海底ケーブルが付設され、 九州電力による全島24時間配電が開始される。2001年、海底パイプラインを通じたオジカ島への灌溉用水供給を目的とした野崎ダムが竣工した。2007年、旧の首協会が長崎の教会軍とキリスト教関連遺産の構成資産の一つとしてユネスコの世界遺産暫定リストへ追加。2011年、 野崎島全体が文化財保護法での小地諸島の文化的景観に選定。2016年2月、世界遺産としては近況期に焦点を絞るべきとの指摘を受け推薦が一旦取り下げられ、7月に近況期を象徴する野崎島の集落として再推薦することが決まり、旧の首協会は集落に包括されることになった。2018年6月30日、 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産として世界遺産登録が決定。森林の多くが天然林で、イスノキ、スダシヤブツバキ等の樹木等で成り立っている。北部にある沖の上島神社周辺には原生林が残る。ノクビ境会と野生の鹿現在、島には400頭ほどの野生の鹿が生息している。過疎化によって、 工作地が放棄されたため外獣とされた鹿の駆除が行われなくなり、天敵となる動物が存在しないため一時は700から900頭ほどまで増加したが、自然淘汰により現在の数まで減少したとされる。鳥類では長崎県で普通に見られる種のほか、天然記念物であるカラスワトが生息する。島内を南北に貫く山道は1970年代に、 九州自然歩道の一部として整備されている。このうち、船森の首集落区間を結ぶ区間は、の首協会が完成するまでは、1882年に船森に建てられた瀬戸脇協会へ礼拝に向かう、信仰の道として、世界遺産の構成資産となっている。小地下島の笛吹港と野崎島の野崎港を結ぶ、長栄の定期船第3話、 眉が1日に往復運行されるただし、月に2日前後の運休日がある。中通島のツアー機構などから、海上タクシー等の船をチャーターして渡ることもできる。ありがとうございます。